ジャンボードでフレームを並び替える方法を説明します。画面上部のフレームバーをクリックして開きます。今回の説明ではフレームの順番を3ページ、2ページ、1ページと逆順にしてみます。2ページのフレームをクリックします。2ページのフレームをドラッグして3ページのフレームのところでドロップします。次に1ページのフレームをクリックします。1ページのフレームをドラッグして2ページのフレームのところでドロップします。フレームバーの上矢印をクリックします。これでフレームの並び替えが行えました。